はい、アートアクアリウムというのは観賞魚、いわゆる人が見るために存在している魚を使っているんですけれども、その魚たちの晴れの舞台を作ってあげたいと思って、思いついたのが最初です。そうですね、金魚というのは日本では江戸時代から花を開いた文化なんですけれども、ちょうどそのこのフィロロジコというこの会場が、江戸時代が終わった直後ぐらいの時代にできた建物で、その金魚の文化が日本に広がってた時代と非常にシンクロしていると。なので外のそのフィロロジコの建物、その雰囲気と入り口まではイタリアなんだけれども、そこから中に入るとその現代におけるその江戸の花街が広がっていると、そういうその文化的な、日本の文化的な、そのなんだろう、どのね、イタリアとのそのミックスというか、そういったものを表現したいと思いました。はい、まず今回はだいたい2000匹ぐらいの金魚が来ていると思います。そして伝えたいのは、金魚というものは実はイタリアの人がどれだけご存知か分かりませんけれども、自然界には一匹もいない、野生にはいない魚なんです。人間が全ての地球上に存在している金魚は人の手によって生み出されていて、そして人に大事に可愛がられて鑑賞されるというその人生というか生き方をしています。そういったその人の手によって生み出されるということで、これだけいろいろな美しい姿形をしているということは、金魚自体がアートであると。それはもう何百年という何千年なのか、その長い歴史の中で人がその作り上げたその生命のアートであると、そういったことを、このオリエンタルな文化なんですけれども、それをこのヨーロッパの地にも伝えて、金魚というものの存在価値というものをしっかりと理解をしてほしいと。でその時にやはりきちんとアートという形で昇華をさせることが必要なので、どうしてもアクアリウムというものは博物展示、いわゆる世の中にある水族館のような博物展示に入れてお魚の種類を見せるということが世界中で当たり前だと思うんですけれども、私はその器であったり、照明とか映像とかの演出であったり、そういったものにちゃんとしたストーリーを持って作り、その中にその長い時間をかけて人の思いによって作られた生きたアートである金魚を入れるということで、この展覧会をちゃんとしたアート展、人々にものを伝える意思を持ったアートとして作り上げて、そういうそのオリエンタルな、いわゆる日本の文化ですね、そういったものを、紹介できたら伝えたいなというふうに思っています。もうイタリアが大好きで、ミラノが大好きで、そこで一番自分が日本以外で魅力的だと思った街で、一番最初にやりたいと本当に純粋にそうやって思ったからです。はい。